中国当局はこのほど外国勢力による中国データの盗用を防ぐという理由で政府や国有企業などに古いパソコンを全部国産のパソコンとシステムに変えるよう要求しました中国ネットユーザーの4日の投稿によると彼の職場では5月1日以降古いパソコンを上納し新しい国産のパソコンとシステムに統一して取り替えるよう求められたといいます 新しいパソコンの OS は、Windows ソフトウェアと互換性がないため、Windows のエミュレーターソフトをインストールする必要があり、作業効率に大きく影響します。そのため、彼の上司は、これは先進的な機器を遅れた機器に置き換えることではないかと愚痴をこぼしました。河南省のあるネットユーザーは、自分の都市の市政府機関も、すべて1台9000元以上のハイクビジョンのパソコンに買い替えたが、 使い勝手が悪く、使用できるソフトウェアは少ないと明かしました。また、中国当局から2年以内に買い替えるよう、全国に要求が出ていると言及しました。フィナンシャル・タイムズ紙は4日、アメリカが中国の映像監視機器メーカーである、ハイクビジョン社に制裁を科す動きを見せていると報じました。アメリカは、ハイクビジョンが中国共産党の体内弾圧に、技術支援を提供したと非難しました。 職場が急にパソコンを国産に変えるよう強制したのは、アメリカの制裁を懸念しているのかもしれない、というネットユーザーもいれば、中国共産党のこの動きは、安価連盟に関連しているのではないか、と指摘するネットユーザーもいます。2016年に設立された安価連盟は、安全で信頼できる技術と産業連盟と呼ばれ、ソフトウェア開発者、国立研究機関、大学、ネットワーク企業が参加しています。 中国メディアによると、安価連盟は設備の国産化と自主制御を目的としています。